鉄人28号クリスマススペシャルライトアップなんですけれども、お天気が悪かったために左右の櫓を組むのが予定よりもずいぶん遅くなってしまいました。はい、イベントがスタートしてからもね、いろいろ調整していたので、皆さん光ったり光らない鉄人を見たと思うんですが、なんとようやく、この照明の櫓のセッティングが整ったようでございます。しかしながら通常は明るい時間にリハーサル、どんな風に光るのかな、音楽に合わせてどう演出しようかなということができるんですが、本日はぶっつけ本番で、皆様にスペシャルライトアップをお届けしようと思います。せっかくのぶっつけ本番、ドキドキするためにどんな曲と一緒に、ライトアップしてもらおうかなと思ったんですけれども、私たちはラジオ関西、日曜日の夜23時30分からいまいち燃えないラジオという番組30分間お届けしているんですが、その番組が始まるときに流れている曲に合わせて鉄人が光ったら嬉しいと思いませんか。イエーイ。誰が歌うの誰かだ、ここはですね、でもうちシロさんみたいに拳入れられへん、入れなくていいから入れなくていいから、ちょっと聞いてみたいけどね来年の1月12日には拳バージョンも練習できたらギターか拳かどっちか練習してみようか ね、はい、行きたいかなと思います。それじゃあですね、ラジマイちゃんだけで歌うのも寂しいので、仲間と一緒にちょっとセッティングを言い張るよね、準備できてるかな、じゃあラジマイちゃんもちょっと準備の方に、あ、行ってきます。はい、お願いします。さてさて、皆さん体冷え切ってないですか、大丈夫ですかなんか見えましたね、それでもね、楽しい時間といってもかなり冷えてくると思います。私たちの番組および私たちの楽曲はですね、なぜかエコーがかかっていますけど何なんでしょう、非常に恥ずかしかったですねはい、こうノリノリでね、体を動かせるというタイミングが少ないかもしれませんが、手をグッパンするだけでも手を振るだけでも、体が温まりますよ。そして皆さんが動いてると伝わってるんだなということがステージにも伝わってまいりますので、ぜひぜひ、少し長い時間になるかもしれませんので、体が冷え切らないように体を動かしながらお楽しみください。さあ、そしてですね、体を動かすだけではなくお腹の中からぬくもりたいという皆様には、素敵なあちらでカフェがオープンしています。毎回イマラジのイベントのために素敵なメニューを考えてくださっています。今回もイマラジ特製の青色のクレープが登場しています。そして豚汁はさすがに青くないと思いますので安心しておいしいおうどんが入った豚汁うどんも販売しています。ホットコーヒーにホイップクリームが乗った温かくて甘くて優しいホットココア、けいちゃんは甘いものが飲めませんけれども、皆様はぜひぜひ温かい飲み物もお楽しみください。そして大人の方が多いようですね。今回あちらのカフェでは、イマラジのメンバーにちなんだオリジナルカクテルを作ってきてくださっています。皆様の大好きな、メンバーのオリジナルカクテル、彼女とそうね、あの色ねと思うような美味しいカクテルも用意しています。その中にホットカクテルもあるようですよ。後ほど詳しくご紹介したいと思います。さあ、それでは準備は良いでしょうかさあ、彼女たちがステージの袖で凍えてしまわないように呼び出したいと思います。けいちゃんの大好きな仲間、いまいちもいないラジオのメンバーも登場です。大きな拍手でお迎えください。寒い香りロボみたいな動きにならないことを祈りながら大丈夫ですか。さあ、
ち位置決まったかな。立ち位置？私これで踊る？え、どうしよう、どうする？じゃあ適当？なんかみんなピューって開いてほら、はい、ピューってピューっていける？手を開けて、だいたい当たらないようによろしいですか？よし。あ、これ邪魔、はい、これ邪魔やったかな。な、何が邪魔やった？あ、これ大切に後ほどね、ありがとうございます。使ってはいけない日本語がいっぱい出てきますさあ、照明さんの方も準備はよろしいでしょうか？わー、みたいな。はい、ありがとうございますみんなが向こうを向いたらね、お客さんどうしていいかわからないので、はい。さあ、先ほどもお伝えしたようにリハーサルなしのぶっつけ本番、ここにしかない、そんな演出になろうかと思います。ハラハラドキドキしながらお楽しみください。それではラジマちゃん、曲紹介からお願いします。はい、いまいち燃えない、どうぞ。20代の時も割と寒がりでしたけどね、いけるということなので、お
ほな行ってもらいたいと思います。それではよいしょ。あ、そこのバイクも、あ、そうですね、そちらも持ってもらいましょうか。なんかね、マイクの数足りないからね、みんなで喋ろうっていう、はい、回しながら喋っていきます。あ、じゃあ、こう2人で、さっき2人やつだった。ケイちゃんは1本いるからね。さあ、改めまして私たちメンバー自己紹介させていただきましょう、はい、ラジオ関西の番組日曜日は夜23時30分から30分間皆様にお届けしております、いまいち燃えないラジオ。なんていまいちなんだろうと思っている間に半年が過ぎてまいりました。本日はラジオから飛び出してですね、こちらの大きな鉄人28号の下で皆様と共に少し早めのクリスマスを楽しもうと思っています。それではメンバー一人ずつ自己紹介、名前からちゃんと伝えていただきましょうかね。誰から？じゃあレイちゃんから。レイちゃんね、はい、ラジオ台のレイです。イエーイ、はい、お久しぶりです。ラジモエ隊の静香です。イエーイ、イエーイ、おい、はい、ラジモエ隊のさやかです。イエーイ、ラジモエ隊じゃありません、ラジモエです。ラジモエ隊のルナです。カオリンのぼことカオリンです。イエーイ。そしてみんなのお母さんケイちゃんです。本当に4番でいいから。まだ一人も産んでないのでね、いろいろ複雑な気持ちになります。もういいかなみたいな気持ちにもなりますけれども、さあ今日はですね、私たちのイベントではおなじみのヒーローカフェさん、はい、オープンしているんですけれども、どんなメニューがあるか皆さん知っていますか？唐揚げ、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 食べたい。唐揚げないってさっき言ったよね。フリやと思った。フリや。君にも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 言ったよね。青いクレープと今回は豚汁うどんがあるよって言ったよね。あとお酒あんねん。あ、そうなんですよ。お酒の話、誰か内容知ってる人います？はい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 。だってどうやってやったっけ？うちこんなダチョウクラブ嫌や。すいません、私もう少し勉強しときますね。知り方もね。はい、知ってる人いる？今日のアルコールどんなんがあるっていうの。ここはケンちゃん話した方がいいですね。今日はですね、なんとヒロカフェさん、ラジモエ隊の皆さんにちなんで、ラジモエグループにちなんで、素敵なカクテルを作ってくれています。ラジモエ隊のために作ってくれているのは、カクテルの中でも温かい飲み物、ホットモヒートを作ってくれてます。はい、さあ来てくださいね、サンタさんになっていってくださいね。キロって言われたんで来ますね。はい、寒いね。取り返しのつかないことになる前にですね、来ていただきたいと思います。これはこれは MMM それでもいいかな。うちオラフついてんねんもん。ちょっと待って、せやんなせやんな。私もおしいです。カオリンのカオリン、カオリン、ありがとう、ロボットは寒くない、誰が言ったんでしょうね。カオリンは寒い、あ、ごめんなさいね、寒いですよ。さあみんなに来てもらっています。さあ今日はね、ラジモエ隊、まあ今ラジというと色がブルーとか水色のイメージが強いと思うんですけど、なぜか若干ピーターパンが混じっていたので、はい、そのピーターパン、ラジモエにちなんでなのか、ホットモヒートは美味しいミントの入った温かいお酒となっています。ピーターパンのように温かく少年の心を取り戻せることができるかもしれません。お楽しみください。そしてぐんと飛んでみようかな。ルナ、ちょっとね今コート着たんだけれども、ピンク色の衣装が見えていると思います。鉄人28号の何やろ、なんか分からへん、ちょっとエロい感じする。エロいよ、どう見せるのが正しいのか分からないけど、じゃーんっていう、まあまあ
ども、実はルナが着ているこのピンクの衣装ですね、胸のところに N というアルファベットが書いてあります。鉄人28号が立つ新長田の街、シロさんも新長田最高と言っていましたが、新長田のキャラクターでナオタンというキャラクターがいます。そんなナオタン、昔からおなじみのあるキャラクターが、ポップカルチャーで最近盛り上がっている新長田で、17歳のナオタンになったらナオタンセブンティーンという萌えキャラが登場しています。そのナオタンセブンティーンを今担当してくれているのがルナちゃんということでね、セブンティーンじゃないけどね、なんや、年の若い人にも厳しいんか。いや、そんなんやからさ、そうやな。はい、そんなルナのナオタンの色にちなんでですね、ナオタンのカクテルはカシスの入ったピンク色のとても素敵なカクテルとなっています。そちらの方もお楽しみください。そしてバージョンアップしていますね、青いメガネをかけています。番組の後半に彼女が鶴瓶さんの話をしないと締まらないとなってきましたね。カオリンラバにちなんだカクテルは鶴瓶さん、麦茶、麦茶麦茶じゃない、麦茶かな、麦茶のカクテル新しいですね、麦茶のカクテルもお願いします。今回はですね、オロナミン C の入ったエネルギーをチャージする形のカクテルになっています。寒くなったあなたがピリッとロボットのようにパキッと動けるようになる、そんなカクテルのもご用意しております。さあ、そしてですね、我らがアイドル真ん中にいますラジモエちゃんのカクテルは、やはりテーマカラーブルーを基調にして青リンゴが入った甘酸っぱい素敵なカクテルとなっています。お腹すわらんでもうおしゃべんのやめようかなーけんちゃん、ごめん、けんちゃん好きやな、みんな好きやんな、けんちゃん好き、ちょっと棒読みやったね、めっちゃ好きやで棒読みやで、はい、先生、そんなね素敵なカクテルも今回のイベント限定ということでお届けしております。ヒーローカフェさんの方はですね、皆様のリクエストに応えてさまざまなイベントで新しいメニューを考えてくれます。何かアイデアがあったらぜひぜひあちらの白いテントのカフェの方にメッセージを伝えに行ってほしいと思います。さあ、それからクリスマスのイベント、あ、ちょうど星が今綺麗にね、鉄人がくるくるとなっていますけれども、皆さん、クリスマスのなんか素敵な思い出とかありますか、うん、ありますか、ありますか、すごクリスマス、これもダチョウクラブ的、お、ケーキ作って自分で食べたん、寂しい、去年寂しいまーす、あれやん、あれやん、あれやん、あのさ、ケーキさ、あ、ここで言ったんだ、あ、戻った、誰やん、誰やん、誰やん、作ってくれた、誰やん、はい、はい、イエーイ、みんな、あの、たくさんの人に分かるように状況を説明しようかな、はい、けいちゃん、今日はですね、雨が降っている中のイベントということもあり、真冬のイベント冷え込むな、とでもみんな頑張ってほしいなという思いを込めて、ファンの方、リスナーの方がですね、クリスマスイベントという手作りのケーキを作ってきてくださいました。ありがとうございます。こんな泣きそうになったよね、若干嬉しすぎて、しかもね、あのケーキといったらなんか生クリームとイチゴ糖とかが飾ってあるイメージなんだけれども、違う絵柄がね、そう、あれすごい、はい、ずっておった、今までのね、うん、顔と、ラジモエっていうあの、うん、番組の、はい、ですよね、ロゴがね、あれですよね手作りで作ってくださってて、あのメンバーもみんなね写真撮ったので、この後とか食べる前にですね、だんだんと、上げていきたいと思いますので、お話では伝わりきらなかったそんな手作りの素敵なケーキの写真もイベント終わってからチェックしていただけたらなと思います。さあ、クリスマスの思い出が思いのほか何もないということが分かったところで、ないよね、ないね、もうね、女の子ってね、人数横に集まれば集まるほどね、うんうん、ははーんしか言わないっていうのが、ね、分かっているので、それはそれで楽しんでいただきたいんですけれども、今年何すんの、バイト、
みんなで過ごそう。みんなで過ごす。みんなで。みんなが寂します。みんなで寂します。みんなで寂しくない。寂しくないよ。強がっているみんなを置いといて、少しずつイベントを進めていきたいと思います。